はい、6月13日木曜日、はい、20時40分からですね、無限大ホールでコロチキチャレンジという新ネタライブがございます。お願いします。ちょっと全国ツアーの告知ばっかりして、こちらをしてなかったんですね、はい、なるほど。ちょっとチケットはまだあるみたいなんで、はい、ゲストに獅子頭さんと同期の金星が来てくれます、はい、新ネタ漫才2本やります。よろしくお願いいたします、はい、オンラインチケットも買えますんで、うん、概要欄からお願いします。無限大ぜひ来てください。お願いします。お願いします。マッチョでーす。以上です。マッチョでーす。ナダルです。さあ、じゃあ明日ロチキンチャンネル芸歴を疑う芸人ランキング。こんな若い芸歴やのに、なるほど、とかあんだけ芸歴いってんのにみたいな、良くも悪くも芸歴を疑ってしまう人、なるほど。でもマジで疑われてる人おるもんな、うん、マジで疑われてる人、うん、お見送り現実芸歴詐称。この前収録一緒に行ったんですけども、はい、あのちゃんと言ってた。芸歴12年目で R1 取りましたって。うわー、ちゃんと言った。ついに。でも2年間休んでたという。わあ、まあまあまあ休んでるうちはカウント入らへんねんな、はい、確かに。まあまあ、だからこんなもんかな。あ、もう誰が見んねんこの動画。お見送り芸人しんさんでしたじゃないの。クロナダルっていう番組の人で、ね、あの童貞軍団 VS 新一さんみたいなのやったら、童貞なんて、童貞軍団、童貞軍団 VS VS その新一さん、遊び人はいはいはい、討論するみたいな、うん、めっちゃおもろかった。いや新一さんの見たけど水田おもろかったな。おもろかったな。やっぱあの人いいな、うん、新一さんのやつ俺らからしたらさ、なんかまあもう今はそんなことしてないけど、なんかちょっとなんか懐かしいさ、なんかおもろい、あるあるじゃないけどさ、うん、そういうおもろさやったよ。童貞軍団からしたらドキュメンタリーやったらしい。そんな壮大 なこれ何っていう、この世界何っていう。なるほどね。ドキュメンタリーやったらもう笑いとかじゃなかった、感動、あのノンフィクションやったらしい。おもろ、その回絶対見よう、面白そう。はい、はい、お見送り芸人しんさんはまあまあ、うん、形の部分だよね、うん、パンサーの尾形さん、おうほうほうほう、俺らより7年先輩やった。8年かもっとやで、うん、25期やから、そうやな、8年先輩です。8年先輩やろ、うん、誰よりも汗かいてるからね。汗かいてる尾形さんもやっぱもう全力のロケ、はいはい、体張りまくりっていう、うん、それで言うともう長野さんとかもやけどな。ああ、誰よりもやっぱ汗かいて喋ってたし、はい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 、長野さんはもうそれぐらいの芸歴のワードセンスとかあるから。何年目やっけ長野さん。消しとこう、やっぱすごい、すごいけどやっぱ芸歴、うん、なんか芸歴似合ったことしてるかも。ああ、消すの。工場委員会めっちゃおもろかった。僕もこの世界、この世界7年やってるんでとか、な、あの売れてから7年経ったんで、芸歴はもっと長いけど、この世界でやっとテレビで飯食えるようになってから7年あるんで、7年めっちゃ面白い、身近っていう、そのめっちゃおもろい。長野さん書いといて、もう長野さんやっぱすごいワクワクしますよね、うん、一緒になっても。あとこれかな、鬼越さん。おほほ、鬼越さん字なん間違ってるか、前は、ま、間違えまくり、一回頑張ってみる、一回頑張ってみる、うん、一緒やないかしら。鬼越さんはちょっと違うけどね、うん、改めて、はい、この人ら俺らの1年先輩なだけでこんな上の人に噛みつくんやって、冷静になると結構なことしてるよなっていう、うん、この前鬼越トマホークさんのさチャンネルで、はい、みんな50万円争奪みたいにした時、あん時の鬼越さんの MC の感じがなんかもう売れ切った、なんかだいぶ上の先輩っぽくなかった。自分らに来た案件をみんなのための50万で使うってさ、そうそう、なんかできひんよな。なんだろうな、港区の社長と売れ切った大御所混ぜたみたいな。絶対自分らで金なんとかしたいもんな。そうそうそう、でもやっぱ芸人愛結局ある人らやから、うん、まあまあ結局な、俺らはもうだいぶお世話になってるし、お世話になってる、優しいし俺らからしたら、うん、ただもう先輩からしたらたまらんやろうなって俺は思う。ああ、うん、急に噛みつかれてさ、むちゃくちゃの人、お前ええ返せよって言おうと思ったら鬼越さんやからしゃあないやみたいな空気や、もうなってるな。だから鬼越さんのこと嘘は小さいみたいな。いや確かにチートよな。鬼越さんに怒ったらなんかちっちゃいやつって、あれは確かにおかしな話。どうせ絶対鬼越さんの方が悪いのに。うん、確かに地位がなんか確立されてしまったから、あーって感じするな。あとまあまあ番外編ですけど、まあ単純におばあちゃんね。おばあちゃん芸歴5年目敬語でしか喋られへん、やっぱ俺は、うんうん、おばあちゃんに対してはタメ口無理、さすがに5年目でも。ナイチンゲルダンスとかどうだよ。あーはいはい、
ちもすごいけど、やっぱ伊藤の度胸はやっぱちょっとビビるもんある。伊藤やばいな。いや俺伊藤ほんまに一緒におって助かったって記憶しかないわ。確かに誰もが思ってることとか全部完璧に良くない、うん、そうそうそう。マジでどうしようって空気の時、もう俺別に自分で何とかしようと思わへんもんな。伊藤が何とかするやん。あ、伊藤が一言なんか言っちゃうから言うやろ。度胸はあるというか、別にこう大御所にも気にせず行き過ぎるとこ心配したりする時もあるわけ。セカンド見てて思ったけど、うん、え、そんな言ってたのっていう、うん、ザ・パンチさん27年目って言ってて、27年と思って、なんか若いしな。うん、なんか若々しいキャッチーやん、うん、27年目ってかなり、うん、この前な車の中でザ・セカンドの話になって、うん、米田2000としょってたけど、うん、愛がな、うん、私が生まれた年だって言ってて、27年目、うん、27歳やから、え、誠は生まれてないですすごいなってなって、それで言うと、まあまあその同期令和ロマン、これはやっぱちょっと異常やな。異常やで、ほんま、うん、まあ、車の話でやっぱあの YouTuber とコラボしてるんです。あー、言ってたね、お前 YouTuber おもんないやろって俺もめっちゃ失礼なこと言ってるけど、うん、まあまあそれはそうなんですけどそれはそうなんやそれはそうやとしても、ただなんかこっちの絡み方によっては面白くできるじゃないですか。だから例えばですけど、こっちがこういうこうこうだよねって振り合って、何言っても受ける振りをこっちが作れるわけじゃないですか、うん、だから向こう面白く見せることできるわけじゃないですか、はいはい、それしたいんすよねって言った時に、俺もうこいつに一生語れへんねんよ6年目かどんな6年目やねん、マジえぐいな。6年目で他の人面白くしようとしてね6年目かなんか徳永かかってたのはですよさんいつまでも若々しいっていうのがあるやん、うん、同期は江原正弘さんってことは尾形さんの2個か、2個上ぐらい。24年目やな。なんか線引くなお前、はい、ほんまにすごくない、あの1本で言ったあの真っ赤っかの衣装で、ほんであの営業とかたまに一緒になったらさ、もう壁にずっと練習してるやん、この素振りというか、なんていうんですかね、あのほんまに寝ての会長と一緒なんですよ、ハンターハンターでハンターハンターの寝ての会長、あの感謝の政権好き1万回っていうのも毎日やってるけど、ね、これたまに見えへんだけどあの音を置き去りにするぐらいのいやいや、音置き去りにしたらウケへんなあーって今待って誰が見たんやそのズレてるやつ愛されてるしね芸人、うん、いや確かにめちゃめちゃおもろいが平場めっちゃ面白い。ですよさんはこのもちろん愛と今待てもおもろいけど、平場のおもろさね。平場エグい、うん、もう嫌だよとか何がって、声量めっちゃ間違ってるとか、めっちゃおもろいからな、めっちゃ面白いから出ましたけども、いろいろ出た瞬間からもチャンピオン決まってましたね。いや決まってた、うん、はい、誰ですか。おばあちゃんやろ。おばあちゃん芸歴を疑うですからね、おばあちゃんの5年目絶対そうやろ、うん、あとおぼちゃんが打ち合わせの時言ってたのは七曲さんって言ってた。おえ、なんでもっとやっぱり七曲さんは若手なんだって思ってたよな、こんな若手なんだっていうのもすっごい面白くて、うん、いろんなコントもしはるのはそうやけど、改めて乳首で笑い取ってるとかベタ中のベタをそのなんていう極める、なるほど、うん、それがすごい技やなっていうので、うん、だから七曲さんで俺らの5年先輩やから、すごいよな。19年目1年目とかで、ね、おるんかなこの先。だから若手でも有望なやつとこの後コラボしますけど、うん、あ、うん、面白い。そうだね、今日はちょっとある人とコラボするんですけど、うん、1年目、はいはい、うん、あ、3年目、あ、若でも3年目、うん、はい、期待しておいてください、はい、ということで芸歴を歌う芸人ランキングでした。はい、今度ですね、はい、全国ツアーを開催します。ありがとうございます。ありがとうございます。4カ所ですね。4カ所、はい、福岡、愛知、愛知、東京、東京、大阪、4カ所でございます。おー、全国やね、はい、全国です、はい、最短距離で回りますねですね、はい、日付が6月15日土曜日が、はい、福岡公演15日、福岡6月15日はい、で、名古屋公演、はい、愛知ですねが8月30日、8月30日名古屋金曜日ですね、はい、金曜日。そして、9月28日土曜日が東京公演、9月28
28日が東京、はい、そして10月25日金曜日千秋楽が大阪公演ということでございます。10月25日が NGK、 はい、ナンバーグランド花月で、概要欄に、詳細載せてますので皆さん、はい、ぜひ来てください。全部余りまくってます。あ、力貸してくれ。ほんまにでもこれかなり今後左右する全国ツアーになると思います。これが最後の全国ツアーになりたくないんで、ね、はい、もうもしかしたらこの全国ツアーを機に埋まらなかったということで、うん、もう全員散ることになるかもしれないんで、ね、解散かけてチャンネル自体が散る、やばいやもうそれぐらいの意気込みで皆さん頼まず来てください。はい、ぜひお願いします。待ってますんでね。お願いします。